おはようございます。おはようございます。はい。今日の匿名は、はい、大阪の珍しいガチャガチャを探せ。大阪のガチャガチャ。はい、ガチャガチャです。赤坂さんのことですか？違います。あの前歯ガチャガチャって言いたいんですか？あの人はガチャガチャじゃなくて、はい、スキッパなだけです。はい、あ、スキッパな方が、はい、なんでガチャガチャじゃない。小銭を入れて、はい、レバーを回したらカプセル出てくるじゃないですか。あー、なるほどな。なんかゲーム的なおもちゃみたいなやつ。はいはいはい、ですよ。ガチャガチャでカプセル出てきて。まあ、ガチャポンっていう人もおるよね。あ、いろんな言い方あります、ね。なるほど。一発意気込みみたいな、今日のなんか頑張るぞっていう、なるほどね、ギャグ的なやつを。それじゃあ秋なんでね、もうすぐ、はい、秋っぽいギャグいきます。あ、いいやつか、秋っぽい、はい、いきます、ね、秋のギャグ。お、楽しそうやんけ、お前。陽気なワイパーキュッキュキュッ、お、陽気なワイパーキュッキュキュッ。おい、秋前、おい、どこ行くね。おい、やっぱり空気にして俺を残すな。まず向かったのが阪急梅田、はい、こんな場所にガチャガチャがあるのでしょうか。あるみたいよ、ほんまに。マジである。茶屋町の方の改札側にあるから、一番前の階段を上らったら、皆さん心当たりが。通路や、通路。駅員さんから聞いた場所に向かってみると、はい、すごい。うわ、あるやん。一発目やん。もうありますって。すごい。もうあるやん。すごい。一発目やん。もうあるやん。めっちゃいっぱいある。めっちゃすごい。めっちゃあるでしょ。ガチャガチャコーナーって書いてるし、ほんまにあるやん。こんなにあるんですよ。一発目にあるやん。めっちゃあるやん。すごい。こんなあんまないよ。すごい。その数なんと128台。なんとも珍しい場所にあるガチャガチャを体験することに。さあ、いろんなガチャありましたよ。仏像コレクションめっちゃあるよ。バノン仏像コレクション。お前2,3,4あって1がない。俺これにするわ。られてんの。俺これにする。これ何ぼか種類あるけど、めっちゃあるな。冷凍みかん、黄金みかん、青みかん、はい、美味しかったみかん。腐ったみかん。あ、腐ったみかん。でもやっぱりあれでしょうよ、あの美味しいみかんでしょ、狙うならば。この一番でっかいやつよ。まあ、な、うん、あ、それにしよう。これが、これを狙おう。これを狙おうぜ。第一投目、よいしょ、来い。出た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 。何が来たんでしょうか。うん、この瞬間ね。さあ、何が出たのか。うーん、青みかん。まだ出てない。まだ出てない。青みかん。まだみかんの実として成立してないやつやね。まだ実になってないやつ。まだ食べられへんやつや。次にマッシーが体験するのは、はい、まんじゅうのガチャガチャ。はい、そうなの。そうなんですよ。さすがや。誰がおばちゃん。まんじゅう。わかってる。分かってるよ。実際食べる。分かってる。いちご大福好きやから、せめていちご大福。大福ね。このピンク色のやつね。こい、いちご大福。見てくれ。あれ、はい、よいしょ。どう。おお、おお、これって、いちご大福やん。やった。これどんな感触。出た。お前に出た。でも食べれ。分かってるわ。手に白い粉も。食べれるか。食べれるか、お前。明らかに科学の味したわ。化学製品の味したわ。リアル、リアル。マネしちゃダメ。ほんまにリアルなんですよ。そして次に向かった場所は、分かった。あ、関西空港に来ましたよ。来ました、関空。はい、関空。なぜ関空。え、なぜ関空かと言いますと、ね、海外行けるんですか。いや、違います。ガチャのために海外まで行きません。海外ロケかと思ったけど。関空でガチャのコーナー、ガチャガチャのブースができたんですよ。なんかニュースかなんかで。そうそう、やってたやろ。やってたか。とりあえずガチャ。多くの旅行者が集うこの広い関空のどこにガチャガチャがあるのか、はい、フロアマップを見て推理してみると。推理。はい、銀行、銀行。両替して、で、なんか小銭が両替できんかった、余ってるわ、持て余してるわ、ガチャあるわ。ちょ、名探偵やな。どうも、名探偵の工藤新一です。ちょっと似てるけど、アホ。アホ工藤。ハットレイジか。僕は勝って。厳し
しかし4階にはガチャガチャがなく2階にあるという情報をゲットしました。つい外れました。早速あるやん。すごい。すぐあった。早速ですやん。結構あるぞ。あるね。ガチャって書いてる。GACHA。ジャニーズカプセルっぽい感じ。すごいこれ。ポケモン。あ、ポケモンミニオン。ドラえもん。これがあれか。すごいね。特に人気っていうか。なるほどね。こんなのありますよ、言うたらみんなガチャ。すごいな、なんか7月末に関空第一ターミナルに登場したガチャガチャ、ファンの間では空港ガチャと呼ばれ、他には成田空港にもあります。そこで出会ったのが香港から来たこの男性。息子さんが大のポケモンファンだと聞き、一肌脱ぐことに。ガチャを探してたんですよ。やっぱポケモン言うたらね、これ伝説のポケモンなんですよ、ミュウツーっていうのが。なんでこれ出したいですね。はい、出た。来い成功ですから。何やなんだこれ。お何やおお来たんちゃう。青やし紫やし来たんちゃう。おー来た。おー来た。お目当てすごい。狙ってるな。狙ってるもん出したぞ。ミュウツーナイトですよこれ。ミュウツーナイトすごいよ。ぜひプレゼントしてあげてください。ありがとうございます。そして日本には面白い芸人さんがいたよと伝えてください。はい、はい、うどんとみかんと言います。うどんとみかんと言います。はい、息子さんのためにプレゼントいたしました。プレゼントいたします。わー、日本人だけではなく外国人にも人気のガチャガチャ。何が当たるかわからない、ドキドキが大人も夢中にさせるのかもしれません。街で見かけたら皆様もぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、はい、ガチャガチャをやってきました。いいの。はい、はい、いろんなものがあるんだね。ありますね。まんじゅうからまんじゅうまで、はい、リアルでね。こちらの関西空港、関空の第一ターミナルにある空港ガチャで、はいはい、こちら香港の息子さんのためにガチャをしてきました。はい、大体300円じゃないですか。300円、はい、お目当てのもの出たじゃないですか、はい、いくらで売ったんですか。もうそれはもう気持ちですよ。ただですよ、ただこれをあげてくださいって言うんでお譲りしましたよ。それはまあ売りたかったんですけどね、番組予算を。番組予算とか言わないでください。そういうのは言わんといてください。1000円ぐらいで、はい、大人の事情言わんといてください。何ですないです、やめてください。売ってないです。はい、ということでですね、はい、ガチャガチャ評論家のお松さんにガチャガチャスポット、おすすめのガチャガチャスポットをお聞きしたところ、僕たちもちょっと行ったんですけれども、ヨドバシカメラにあるガチャガチャとキディランド梅田にあるガチャガチャ、こちらがおすすめということで。なんでなんで。まずヨドバシカメラ、こちらには大阪限定のガチャガチャがあるんですよ。例えば、はい、大阪だけにあるこういうやつですね。たこ焼き、大阪城たこ焼き、道頓堀とかあるんです、はい、フィギュア。大阪のおばちゃんっていうのもある。大阪のおばちゃんもありますよ、はい、名物ですか。名物、はい、役余計になりそうやね。どうぞ。大丈夫か。すいません、大丈夫です。はい、どうぞ。こういうガチャもありますので皆さんぜひ行ってみてください。うん、さあ、そして、はい、皆さんに、うん、お土産の、はい、ガチャをやってきますから。はい、嬉しい。はい、ちゃんと皆様のことを考えて、はい、はいはい、ガチャやってきましたよ。ありがとうございます。はい、はい、でお渡ししてください。そうですね、こちらがゆうけいさん。ゆうけいさん、西井さんはこちらですね。で、赤坂さん、赤坂さん、高橋さんがこちらでございます。ちゃんと選んだんです。はい、ちゃんと考えて。これ昔のスピーカーとレコード。そうです、あのゆうけいさん DJ なので、 DJ ブースのガチャを。 DJ やってませんけどね。いやいやいや、嬉しいです。ありがとうございます。西井さん、これ、何個消しゴムみたいなのけど、よく見たら、はい、本マグロ、大トロって書いてある。お魚が好きと聞いたんで、ね、それシークレットなんですよ。その当たりなんです。嘘、はい、表には出てないシークレットの隠れたやつ。大トロ、大トロ、レア中のレアで、レア中のレアで、赤坂さんが、はい、はい、赤坂さんが大好きなしゃくれた動物の、しゃくれた動物の、はい、しゃくれる好きなんですよ。そうなんです。めっちゃ嬉しい、ありがとう。しゃくれるプレゼント。そして高橋さんにはとにかく可愛いロールケーキリスを、はい、そうです。可愛い、はい、でしょ。ぴったり、お似合い。はい、ということでいろいろなガチャがあるので、皆様もぜひやってみてはいかがでしょうか。